どうも、なおっちです。タオルケットをもう一度夜の海でお月様を釣る、その2、続きの方やっていきましょう。前回はモーチャスくんも出てきて、モカくんが出てきて、キュウリポンポンやら、緑茶師匠やら、チヘドちゃんやらいろいろ出てきので、なんか分岐がありそうな気配を、分岐っていうのか、まあルート、まあそういうのがあるのを匂わせつつやってきて、モカくんのイベントを終えて、そして、モカとコーチのイベントを終えて、モーチャスになったっていうところで終わりましたね。というわけで、続きやっていきましょう。ちなみにね、案の定続けて撮ってるからね。猫足乙女、ここが秘密の通路の入り口だもん。お月様の力でお空に飛んでけえ。あって。鳥居を調べろ。あ、はい。準備はいいか？はい。ん？おう、空？お月様はお空にあるんじゃないもん。遠くから見れば誰だって遠くの存在だもん。だからあなたが近づけば、お月様はその手の中にあるもん。わあ、空を飛んでる。お月様にタッチできるね。やけどしなければいいけども。いいね、風流だな。お月様と海。これはこれは。これはモーチャスのお耳。引っ張る。痛い。これを快楽に変えると。いやいや、いや、いや。はみはみ。お耳をお刺身みたいに食べるね。お醤油もいいね。おっきな声を出す。僕の鼓膜は無事さ。脳みそはキンキンしてるけど。ああ、ここ調べた。やっちまった。お腹。リボンで可愛く留めてあるお腹、ぽっこりのくせに。幸せでね、お魚をいっぱい食べたからさ。そのお魚さんは怒ってるだろうな。さばいたからね。ごめんね。さばいたから、怒るか。いやいやいや、いいね。鳥のお返しにしてはやたらと豪華だもん。空から来て、空から落ちて、空に戻る。ドッタも？僕は大地で生まれたからね。死んだら空に登ると思ってたよ。早いうちに来れてよかったかな。それは考えるに。お前はもうお亡くなりだ。それはやだな。ちょっとした冗談だもん。お月様に向かっていく少年と妖精。受付のお嬢ちゃんたちはあんまりつっけんどんにするなもん。赤黒ピーナッツ女は少々怒りっぽいもん。ようこそ。久しぶりだね。セーブしようか、とりあえず。いっぱい靴下と、あれだ。やべえな。待って、名前を思い出すぞ。ど忘れしてる。いっぱい靴下、コホンコホンちゃん思い出した。お客様なのだ。ようこそ、いっぱいとコホンの受付。ああ、ダディ。お、なんだ、結果や。全く妖精のボケが。私と靴下がやってる受付にようこそ。あ、これは一緒。他に調べる場所は特になさげだね。ネクスト。いやいや、ニャン妖精、その子は誰なのだ。これは命の恩人だ。お礼に素敵な場所に乙女が案内するの。だから月の通路を開け。あったあった、さっさと案内してこい。めんどくせえな。私たちは受付嬢、お客には親切にするのだ。うん、さしすせそ、しっかり言っていかないとな。この音楽も懐かしいな。これはこれはこれは葉っぱのこと？ん？ああ、はいはい。月
月の受付へようこそ。素敵な女性だな。そういうのいいからさっさと行ってこい。冷めてんな。すんません。目がおかしくなるところだろう。そうだね、目がおかしくなるね。おっきいの毒になっちまう。手遅れだな。なんか音符も跳ねてる。お前モーチャスっていうのか。どうしたらそんなおバカな名前だ。親は何を考えてるもん。親ね、いい親だったよ。モーチャスの親の話ってあったっけ、タオルケットシリーズ。覚えがあんの。 2でもモーチャスじゃないよね。あのブログでモッチって書いてあったんだよね。1はあのバスじゃねえ、トラックのところにいたのはあるけど出てないよね。で3は確かあのお母さんが魔法の、あでもあれカッチルだよな、確かな。モーチャスじゃないもん。そういえばの話、あの受付の女の子の2人いいね。君はあの2人について、そうさな、なんか知ってることはあるかい。あいつらはできてるもん。またダメだったか。次も玉砕しろ。で、おや、なんで受付がここにもいるんだい。何かご用なの。いや、君は素敵な女性だ。ごめんなさい。モーチャスしょんぼり。なんだよ、怒りっぽい女の子、僕は好きさ。あ、嫌い。ごめん、死んで。僕の妄想が読まれた。言えねえようなこと考えてたろ。あ、図星なの。ここ?おお。っていうか、レベルはあるけど、戦闘ないね、そういえば。これはこれは。ここに美女がたくさんいるのかい?頭大丈夫か。素敵な風景を見せに来たもん。どうだ?白の海が綺麗だろう。海の中に美女がいるのかい?こいつバカだ。今回のモーチャスあれだね。女の子にしか目がないんだね。珍しいね。美女はどこだい?美女から離れろ。でも美女は寄ってくるからね。もはや手遅れ。こっち側はないね。よしよし。下行って、下行って。真っ白な海、真っ白な世界。きっと真っ白な美女がいるに違いない。ピンクの美女ならここにいるもん。それじゃあ、僕と結婚だな。そんならすぐ離婚だ。バツイチか。いいね。少なくとも独身にプラスアルファさ。鳥に殺されればよかったもん。今回のモーチャスバカだ。本当にバカだ。すぐプラスに考える。ポジティブ思考で。モーチャス猫足乙女ちゃん、君はよく見ると可愛いね。どうだい、結婚なんか考えてるかい。ん、猫足乙女に危機が迫っている。お?この音楽でお前かい。どういうことなの?アゴチュ。よし、上出来だ。あとはこのお宝を埋めて終わりだな。はは。うん?ちょっと待ってくれよ。これどっかで見た展開じゃないか。親分、なんだ。なんでいつもお宝埋めちゃうの?ん?これ4じゃねえかよ。お宝は贅沢な遊びに使いましょうよ。いつも埋めてばっかりで、ちっとも意味がないでしょう。うるさいわね。いいからちゃっちゃと埋めなさい。おやおや、なんだいあれは。あれは海賊だもん。誰だ。あらららら。お?エブン、どうしたの?お宝奪いに来たな。怖いなぁ。戦うのかな?ママ、お助け。お宝を奪いに来たのか。それとも、お食事の誘いかな?ドキ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 。いざとなったら親分を盾にするぞ。お宝を奪いに来たな。あ、
あれ、なんだろう、胸がドキドキするわ。こっちか。誰だ貴様は。僕はモーティアスさ。結構な感じの子なんだ。命の危機を感じるもん。乙女はそろそろお帰りだ。ありゃりゃ。おい、どこ行くんだい。あ、わかった。これが美女だな。さすが楽園もどき。私のことを美女？私のことを、どうしよう。おうおうおう。この人は変態だ。男性なら誰でもいい。そんな人間がこの世の中にいるなんて。素敵な方だわ。ドキドキ。この人は私のお婿さんにするわ。無理やりにでも、殺してでも。おやぶん、どうしたの？お顔が真っ赤ですよ。初恋かな？ 3 回目の。おやぶんはぐいぐい来るよ。押し倒してチューして。そこらの変態とか、変態と変わらないもの。親分がまた始まったや。男の子大好きなんだから。僕も男の子好き。お前ホモか。よし、モーチャスとか言ったな。いえ、そうですけど。お前、あなたは今日、お婿さん。無理難題ですって。そんなにグイグイ来るなんて、僕は、あら、問答無用。うぎゃーって。僕の初めてよ。あらら。よ次、何それ、何それ。意味が分かった。きゃー。親分、頑張れ、親分。うぎゃー。もうじゃさ、大人の階段を登った。あらら。次のお話、君が来たとき。あなたと人魚の出会いは少し前に遡ります。お話の始まりはあなたが船で黒い世界へと訪れる話から。わあ、めっちゃ揺れてる画面が。ああ、なぜこんなことに。それは僕はここに来る必要があったから。違うんだ。ただ無理やりでもなく自然にでもなく旅をしなければ。白い世界にはいられないから。船、すべてのものはこれに乗る。あなたであっても、老人であっても、子供であっても、素敵な女性であっても、あなたは海を旅している。雨は強く、嵐と言ってもいいくらいの荒れ具合。あなたがなぜこんな船にいて旅をしているかは後々にわかることになります。画面が超揺れてる。これ当然ですが、船は大破しました。そりゃそうでしょうね。嵐の中、あんな小さな船で旅なんて、もうちゃすん並みのおつむですよね。お、回転にするの。出会いっていうのは偶然が多い。確かにね。偶然がたくさん起これば、何かしらの出来事が起こっているから、その他の人に降りかかるのでしょう。災難である、幸福なことである、いろいろなことである。ようやく揺れが収まった。溺れているあなた。このままでは窒息してしまいます。誰か助けて。頭のハート。これは何でしょうか、紅茶さん。あ、そうなの？心なんだ。辛いことね。あ、大きいんだ。へえ。人に見せるもんじゃ。触る。楽しいのですか。ひっぺがす。あ、乱暴。パンチ。あんぎゃ。毎回パンチがあるけど、どういうことなんだろう。溺れている人。生きてますよ。助けてあげてください。モカ君を。おう。口を開けてください。おう。目が覚めたら思い出して。何もない海であなたは私と出会いました。だから思い出してください。おう。聞こえていますか？大丈夫ですよ。溺れただけで。悪いことは起きません。
無理や、ね、ありがとう。お友達。ああ。雨はお気の毒でーす。濡れちゃって滑りまーす。お、これで、あれなのか、旅館に連れて行かれたって感じなのかな。もう惚れたのか、早っ。人工呼吸。不乳。お家に、お家に連れて帰ります。あくまでお持ち帰りです。てんてんてん。キュウリちゃん、何コソコソしてんの？ギャニュも。あ、なんでもありません。お部屋に何かいるのかしら？気のせい、気のせいじゃない。その手に持ってるの、おにぎりは何かしら？大夜食。お部屋で食べないで、ここでお食べなさい。ちょっとあなたの部屋を見るわよ。お、乙女の部屋に入ったら無理やり乱暴でーす。お、おやすみなさい。お、怪しい。なんかペットでも飼い始めたのかしら。ダンゴムシならいいかも。ダンゴムシね。お洋服。いや、着せとけよ。別の服着せろよ、せめて。お、おにぎりを。てんてんてん。うん、食べないとね。え？ああ、なに、口うつし？元気になってねと。まあ、元気になったんでしょうね。お仕事のお話。君は、なんだこれ。ちゃ。私はあなたと。ごめん、読めない。今の。おかわいそうです。お洋服は乾かしときました。お裸はその、なるべくの範囲で見てません。ポンポンちゃん、やるわね。お、お袋。お袋って言わな、え、おかみとかって言うんじゃない？お袋って。うん。介抱してただけです。ああ、確かにね。肉当てがないんです。ああ、お仕事をさせてください。ああ、いいの、給料から。薬草法。あ、で、こうなのか。こうなるのか。ちょっと、滑舌を気をつけていかないとな。さ、お仕事お仕事。あなたのためにもやんなさいな。本来は違う予定なのにね。旅館を出て左手にある洞窟に行きなさい。そこで、まあ、あとは聞いて。葉っぱを取ってくるの、薬草だわね。はい。で、ここか。こっちも行けるじゃん。まあ、洞窟だからここだけどさ。あれ？こっちじゃないのか。師匠の洞窟じゃないのか。お袋は怒ると怖いでーす。ちゃんとお仕事しましょうね。怖いんだ。まあ、師匠だからな。旅館のお仕事はね、大変。疲れてぐっすり眠れまーす。調べらんね。この上行けんの？あ、行ける。お？あ、イベントだ。ここはお月様が見える丘です。お仕事中だけど、知ってほしいな。お腹ポンポンして、助けてくれてありがとう。ポン。お、お味噌汁作って朝一緒にご飯。ああ。なんか、ちょっと、言い方っていうか、言葉遣い変わってね。デートみたい。デート以外にないわ。それじゃあ行くわよ、お仕事に。そして私たちの輝かしい未来の生活へ行けちゅどん。すげえな。あ、なんかここめっちゃ早いんだけど、なんで？
なんでこんな歩くの早いの？ああ、なんか速くなった。どういうことなの？モカ君テンション上がっちゃった？あなたはなんでここに来たの？私はお気の毒です。お、ゆっくりになった。ああ、ここだよね、多分ね。この作物はと、取り放題。あ、大根。ほんとだ。大根って何？え？アイテムでとして何なの？大根何使うの？だってこれ、回復とかでもないってことでしょ？あ、あのね、お袋が心の目でここ見張って。変なことね。あ、プンプン。どうしたの？憎き大根。大根って何がいいかわからない。キュウリポンポンがいつにも増しておかしくなっていく。キュウリの方が絶対だってね、あれなのよ。キュウリポンポンはキュウリが大根より優れていることを語り出した。大体白って変、緑の方がいいもの。抹茶アイスも抹茶がメインでしょ。意味がわからない。それに大根は大きいからあれで、キュウリはすんなりだからいててて、で、でーすでーす。キュウリが好き。ひえ。いきなりそんなこと言われても、その光栄です。電光石火で結婚を。あ、キュウリってお野菜の、あ、やべ、っていう。その、あなたが慌てるのが見たかったような、見たくなかったような。ニャニューイン。お、また電光石火になったじゃないか。どういうことなんだ。スイッチが入ったってことか。なんかあの草動いてんだけど。お仕事デートでーす。お仕事デート、意味不明。おお、ゆっくりになった。これはね、薬草。心が落ち着く美味しい葉っぱ汁が出るの。葉っぱ汁。あ、1日1回か。へえ。な、2ミリずつちぎって毎日冷めてる。あなたはこれを取るのよ、これから。でもキュウリに1回見せてちょっぴりチギチギする。それでは別行動です。左手にある井戸でお水を、私の心を救ってください。私はお部屋に用事あり。キュウリ行きます。プシェー。おお、行っちゃった。本当にじゃあ水を救いに行けばいいのかな。ああ、っていうかもう時間がいい感じになってた。ここの洞窟出て、あ、本当だ、これさ。今気づいたんだけどさ、この、あれ、画面の左下か。左下に緑茶師匠いるじゃん。おかみか、今回だと。確かに見られてるわけだ。あ、このパターンはイベントだ。この音楽も久しぶりだな。このイベントで終わりだな。てんてんてん。隣に怪しい子がいる。君が挨拶するのを待ってたのにな。これは僕から話しかけるべきか。友達にならずに去るべきか。てんてんてん。僕の名前は、ダメダメ。まずは、もっと大事な言葉から。おはよう。素敵な男の子だ。こう汚れのない僕と同じ目。じゃあ汚れてるじゃないか。僕の名前はモーチャスさ。本名はモーチャス・デウダガ・バスバス。でも、面倒だからモーチャスでいいさ。君は、そうか、モカちゃんか。ふふん。緑茶おかみは新しい子供かな。でもそれにしては成長がいいね。体も結構たくましい。もういい体してるかな。子供じゃないよ。ん？謙遜しちゃって。まあまあいい子だ。服の上からでも変態だな。
君はなんだか大人びているね。僕の知らない常識も持ってそうだ。さてさてさて、知り合いから始めるかい？友になるには語らないと。おお、まあ、知り合いなら喜ぶ。知り合い、友、恋、結婚、結婚、少年。少年って気づいてるってことあれじゃん。なんでいい体してるとかね。喜びますわ。それはそれは光栄だな。そして友となって親友さ。君は清純な心を持った少年さ。おや、すっ飛んでいったな。少し引っ込み思案かな。やっぱり緊張していたんだ。僕がどんな指摘か緑茶おかみに伝えてほしいな。親友になれそうだな。今日は大量さ。キュウリちゃんどうしたの？お腹じゃなくて顔ポンポンして。どうかしら。ギニャー。何それ何それ、そんなお化けみたいな化粧落としなさい。まったくお客が逃げちゃうでしょ。お化粧しても私ブサイク。いやいや、下からブサイクになったんで。ポンポンちゃん、お化粧落とさないとあの子がびっくりするわね。データがありません。これで受けが良いのか探ります。いいから落とさんかい。しまいにハミハミすんぞ。おかんの言うこと聞かんと土下なことされんか分かっておるじゃろな。キャー、ハミ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 、燃え尽きる。長くなりすぎた。イベントが想像以上に長かった。はい、というわけでその2、今回ここまでにします。いやー、なんかね、わらわう的な雰囲気が若干あったから、なんだろう、あんまギャグねえのかなって思ったけどね。まあ要所要所ツッコミどころがあってお笑い要素あるからね、これはこれで楽しくやっていけそうだなと、確信しました。いやー、続きが気になるんだよ。また続けて撮るかもしんない。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。